こんにちは。今回もこの動画を見ていただいている方の、トレードもそして人生もよりアップトレンドになっていくお話をしていきたいと思います。でですね、最近、ありがたいことに僕のですね YouTube を見ていただく方が増えてまして、たくさんですね感想とか、メールを、メルマガの方からねメールをいただいたりとかするんですね。あとは動画の方でも応援のコメントだったりとかをたくさんいただいてまして、とてもねありがたいというか、もうね感謝の思いでいっぱいなんですけども、最近ですねこんなメールがよく届きます。どういうメールかっていうと、まさにね今日の動画のテーマなんですけど、コロナでトレーダー志望者増えてますということで、やっぱコロナのねこう話題が出てきてから、いろいろこうなんか、ピリピリしてるじゃないですかね、世の中が。で、例えば会社の方もね、その倒産するところが出てきたりとか、在宅ワークにシフトする会社が出てきたりとか、あとはね、人員削減をする会社が出てきたりとか、明らかに経済に対してはマイナスの影響を及ぼしているとっていう中で、自分の仕事どうなんだろうな、自分の将来どうなんだろうなみたいな、不安がね出てくるっていうのは、これはそうだろうと、これは自然なことなんじゃないかなと思います。なのでその流れの中で、だったら今のうちにねそのトレードスキルっていうのを身につけておこうかと、仮に今の仕事がダメになったとしても、トレードである程度ね利益が出せるようなスキルを身につけておけば、いざという時もねそれでお金を稼いでいくことができるという意味でトレードを学び始めましたというので、最近 YouTube を見させてもらってますというですねメールをここ最近いただいてます。そしてかなり増えてきてるんですよね。で、改めてですね僕自身この背景をちょっとね考えてみたんですよ。コロナによって確かに先行き不透明でトレーダー志望者が増えるっていうのはわかると。でもその裏にはもっとねなんか深い背景があるんじゃないか、もっと壮大なテーマがあるんじゃないかなっていうことで、いろいろ考えてた結果、これだなっていうのが僕の中でつながったので、これ動画で喋らなきゃいけないなと、これはちょっとぜひみんなに伝えなきゃいけないと思って、今ですね動画の方を撮ってるという感じなんですよ。じゃあそれズバリ何かっていうことなんですけども、これはこれからトレーダーを目指す志望する人も、今の仕事を続けていく人も、転職する人もですよね、どんな人であろうがその道で成功していくために、これからの時代ですねめちゃくちゃ重要な話になるので、ぜひ最後まで見ていただきたいと思います。最後まで見ていただいたら必ず自分の中から、なんかいけるかもしれないなみたいな、こうね熱量が湧き上がってくるのを多分感じてもらえるんじゃないかなと思います。より人生がアップトレンドになっていくっていう、こう感覚というかね実感みたいなものが湧くんじゃないかなと思うので、ぜひですね、最後まで、見ていただけると、嬉しいです。はい、ということで、ちょっとね直近の出来事をね振り返っていきたいんですけど、最近出たニュースでね結構衝撃的なものがあったんですよ。まずこの動画を撮ってる前日の出来事ですね。何があったか、厚生労働省が、アストラゼネカっていうね製薬会社と1億2000万回分のワクチンを、仕入れることで同意したというニュースだったわけですね。その以前にも、そのちょっと前にもファイザー製薬会社ありますよね。多分アメリカの製薬会社です。そことも6000万回分のワクチンを、仕入れることで同意したとニュースも出てました。で、1億2000万回分って言ったらほぼほぼ日本国民1回分なんですね。つまり、厚生労働省および、日本の政府と言ってもいいですけども、もうね国民にワクチン打つ気満々なわけですよね。もうこれがいかに意味不明なことかっていうことなんですよね。それが当たり前のようにニュースで流れてる、この恐ろしさを僕はすごい感じたんですけども、そもそもワクチンがなんでそこで確定できることが、完成することが確定してんのかってことなんですよ。その2021年かなんかわかんないけど、そのわずか1年2年の間になんでコロナウイルスのワクチンが完成してる前提で話進んでんのってことですよね。で、これは世の中にいろんな病気ありますよね。例えば今まで流行した SARS とか MERS とか、あとは HIV とかもそうですし、季節性のインフルエンザもそうですけども、ちゃんとしたワクチンってまだないじゃないですか。インフルエンザですら、そして風邪、ただの風邪ですら本当のその原因って分かってないんですよ、未だに。だからワクチンなんてないんです。じゃあどうするか、風邪の時何しますかって、解熱剤飲みますよね。熱が上がった、でもその根本的に治療する方法っていうのは確立されてないので、対症療法で熱を下げるか薬で、それかもうね漢方とか飲んだりとか、体を温めたりとか、ちゃんと栄養補給して自然治癒力で治すっていうのが今の医学医療の限界なわけですよね。で、未だに
いやそもそもインフルですらワクチンとかありますけども、それを打った人と打たない人でインフルの感染率下がるのかっていうと、ぶっちゃけそんな変わんないんじゃないっていう実験結果もあるぐらい、統計データもあるぐらい、ワクチンというのはね曖昧なものなんですよ。いやそれが効果がないということを言ってるわけではなく、曖昧なんですね、まだまだ。にもかかわらずこのコロナウイルス、しかも正直言ってこれただの風邪ですよ、コロナなんてね、ただの風邪です。で今もう感染者数が日々日々増えてるみたいな話になってますけども、これもからくりがあるんですよ。で、詳しくは、京大のですね上久保教授という方がいらっしゃるんですけども、その方がちゃんと統計とデータ数字によってそもそもコロナの第2波なんか来てないということをちゃんと理論立てて話してますので、ぜひその上久保教授のですね動画 YouTube にアップされてますので見ていただきたいなと思います。そうすると大体おおよその全体像が見えてくるはずなんですね。ということで明らかにおかしい明らかにおかしいわけです。これはワクチンをすでにもう未来において1億2000万回分仕入れるプラス6000万回分仕入れるということが決まりました。はい、ニュースで流れます、当たり前のように。そしてそれをみんな受け入れるっていう恐ろしい状況になっているわけですね。はい、それだけじゃないです。じゃあコロナによって他にどういうことが起きているか、今ですね例えば徳島だったりとか、あとは福井とか、他にもですね未だまだコロナの感染者が確認されなかった地域でコロナに初めて感染した人が出たみたいなニュースが最近出てきてますけども、じゃそこで何が起きているかっていうと、その感染した人をその地域で特定するみたいなことが起きているんですよ。その人物を特定して吊るし上げて誹謗中傷するみたいなことが起き始めているという恐ろしい事態ですね。これはね信じられないですね、正直ね。そこまでする必要あるのって、そもそも、いや風邪ですよ、ただの風邪ですよと、いや死亡率下がってますね、むしろみたいな。感染者数確かに検査によってね、検査数が増えたから確認できる感染者数も増えてますよ。でも4月以降ずっと死亡率はもう下がってるわけですよね。だほぼほぼこれはもう大丈夫ということが数字上出ているにもかかわらず、コロナに感染するとその地域で身元特定されて吊るし上げられるということが起きているわけです。それだけじゃないですね。例えばマスクもそうです。僕は全然マスク否定派ではないんですけども、ただマスクをせずに外を歩いているだけで、これは特に多分首都圏では顕著だと思います。僕がいる、ね、大阪とかだとまだちょっと緩いっていうのはありますけど、東京とかだったらマスクしないで歩いてたらもう白い目で見られますよね。電車にマスクなしで乗ったもんならもう大変だということを東京に住む知人から聞きました。あとは例えばマスクしない人は入店禁止とか、最近だったらねとあるファミリーレストランがですね食事専用のマスクを開発したなんていうのもやってましたよね。マスクをしながらでもご飯を食べれるということで、まあ、今そんな状況になってるわけですね。それだけじゃないです。東京都は飲食店に対してまた営業自粛の要請をしようとしています。営業時間を短くしてくださいねっていうことを呼びかけようとしてるんですけども、それやったらまず売上げ下がるじゃんって、売上げ下がるけど保証はしないのねっていうことなんですね。あなたたち営業自粛してください、でも補助金とか保証とかしませんって、えっていう感じじゃないですか。いやそんなんしたら潰れるでしょって、見殺しですかって、明らかにおかしいんですよ。そしてこれを忘れがちになりますけども、消費税を 10% に上げてますからね、すでに。いや 8% に上げた時点でもうやばいって言われたんですよ。それを 10% にしてるんですよ、すでに、ね、10% にした後にコロナ来てます。ダブルアタックなんですよ。だからでもそんなことみんな忘れてますよね。消費税 10% に上げたことを忘れてしまってる。でもこれも実は今の日本経済を蝕んでる大きな大きな要因の一つではあるんですよ。消費税を上げていいことは何一つないっていうことはもう全員分かってるはずなんですよ。それは財務省も分かってるはずです。日本政府もそれは、官僚の人たちも首相官邸もそれは絶対知っているはずなんですが、なぜか 10% に上げられ、そしてそれは闇に葬り去られてるということですよね。で本題はここからなんですよ。じゃあなんで今そんな明らかに異常事態にもなってるにもかかわらず、ワクチンを仕入れますみたいなことで平気でニュースに流れてるにもかかわらず、東京都も営業自粛してください、でも補助金出しません、それに対してなぜ声が上がってこないのかってことなんですよね。おかしいだろそれっていう声がなんで上がってこないのかっていうことです。いや上げてる人はいると思いますよ。でもそれが大きな世の中のムーブメントにならない、つながらない。いやいやいや香港見てくださいよって、香港国家安全法でもう中国の支配下になりますってなった時からめちゃくちゃデモやってるじゃないですか。
香港国民全員声を上げてますよね。それによってデモをやって逮捕者もたくさん出て暴動が起きて、それによって香港警察によって制圧されて怪我人も出てって起きてますよね。まあ、これも日本ではほぼ報道されないんですけども、かたや日本はほぼそんな声が上がってこない。なんでかってことなんですね。ここが大きなポイントだと思います。で、一つそれは言えるのは、それはもうみんな働きたくなかったってことなんじゃないかってことなんですよね。いや、もう良くないって。いや、もう毎日満員電車揺られて嫌な仕事をね、朝から晩までやって疲弊して、何のために俺やってんだろうみたいなのをなんとなくみんな思っていた。でもそれは日々の娯楽とかによって、そのストレスっていうのはなんとか解消することができた。いや、仕事で嫌なことあっても、あ、金曜日の夜にね、飲みに行ってパーッとやったら、まあ、また月曜からなんとか頑張れるよねとか、家帰ったらね、家族の笑顔を見たら安心する、よし、また仕事頑張ろうと思えるとか、仕事は嫌だけども、でもトレードで、こうちょっとずつ勝てるようになっていった、それが喜びとなって、嫌なこともなんとか耐えれるよねとかいうふうにですね、思ったりとか、まあ、あとは週末ね、ちょっと旅行に行って気分転換したらまた仕事頑張れるよねとか、あの地元の祭りに出てね、もうみこし担いでそこでこうなんか全力出し切って、うん、なんかね、そこでこう充実感を感じるとか、そういうこともあったかもしれないんですけど、今ことごとくそういう娯楽っていうのが禁止されていってますよね。まず一番最大の問題、祭りが中止ですよ。ねぶた祭りとかも含めて中止。これは本当にね、残念なことだなと思いますね。まあ、もともと日本人のその団結力、一致団結感とか、そのね、水に流すってことだったり、仮にね、嫌なことが起きた、問題が起きたとしても、それを祭りによって祭り上げて、消化して、そしてまた一致団結して前に進んでいくっていうことをやってきたわけですけども、それが中止っていうのはね、本当に大きな問題だなと思います。まあ、あとは旅行もね、行きづらい状況ですよ。で、例えば県外に出るのも、あとは他の県の人が県に内に来ることも、なんかちょっと嫌悪感を感じてしまったりとかね、そういう人に対して攻撃してしまったりとかっていうことも起きてる。完全に日本国内が内部分裂状態の方へ進んでるわけですね。そして仕事はね、もう生活のため、お金のために仕方なくやるものみたいな認識になってるわけですよ。まあ、でもそれだと辛いから、じゃあメディアがね、幻想を作るわけですよね。いやいやいや、あのね、こういう楽しいこともあるよ、海外旅行ね、行ったらほら、こんな綺麗な海があって、こんな綺麗な景色があっていいでしょって、あの日常しんどいかもしれないけど、こういう旅行行ったらさ、ストレス発散できるから旅行行けませんかとか、あとはあのこんなね、かっこいい車がありますよとか、都内のね、あの一等地にこんなマンション買えませんかとかね、あのそういうちょっと夢のある生活しませんかみたいな、そういう、まあ、人参をね、こうぶら下げて、こうそれをこう追いかけるみたいなね、まあ、ちょっと言い方はあれかもしれないですけど、まあ、そういう状況になってた。メディアがこう不必要なというとあれですけども、過剰な消費を煽ってきたわけですよね。でも経済活動がどん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 鈍化していった今、そしてそういった娯楽もどんどんやりづらくなってる中ですよね。どういうふうに思うかって言ったら、あ、もういっそのことさ、もうこんな世の中ぶっ壊れたらいいよねって、それは別に本当にそう思ってなくても、心のどこかってなんとなくそう感じてしまうっていう人は多いんじゃないかなっていうことですね。だから声を上げないということなんですよ。いや、もういいよ、どうせさ、こんなんだったら一回さ、もう会社とかも潰れたらいいんじゃないみたいな、っていうちょっと投げやり感みたいなものを僕は今やっぱ感じたりしますよね。そんな中で、でも自分の生活もあるし、いや家族もいるしってなった時に、でもちょっとじゃあトレードスキルを身につけようかっていうことで、まあ、ありがたいことにね、僕の動画を見ていただいたりとかで、そこからね、あの日本人としての生き方だったりとか、本来の日本人の良さとかね、強さみたいなところにこう気づいていく方も多くいらっしゃって、それはとても嬉しいことではあるんですけども、ただいかんせん今世の中がそういうムードになってきてしまってるってことですね。まあ、そういう意味でも改めて、働くこととは何なのか、生きることとは何なのかっていうことを問いかける、自分自身に改めて問うってことですよね。その本質と向き合う時代に入ってきてるんじゃないかなと思ってます。で、あとね、例えばこれってね、世の中で起きてることと全部リンクしてるんですよ。中国、今中国大変なことになってますよね。僕も結構中国の動画上げますけども、1ヶ月ぐらい前に上げたね、中国に関する動画、中国崩壊確定の理由、55万再生ぐらい、ありがたいことに行きましたけど、その中で僕は何の話をしたかっていうと、それは独裁政権だからですって話をしてるんですね。で、独裁政権っていうのは、要するにね、その現場の声とか一切無視して、その権力者がもうこれやれとか、あれやれとかっていう風に命令してやらすわけですよね。ってなったらどうなるかっていうと、命令された方は正直やりたくないですよね。よし、
じゃ あの習近平にこう言われたから自分は頑張ろうみたいに思わないではなく、恐怖によって動かされるわけですよ。だからそれは続かないんですよね、長くね。ことごとくこれまでの独裁政権が潰れてきているのを見ればそれは明らかなんですよ。で今中国はいろんな国々とね、そのどんどん今断絶していってますよね。そしてアメリカによって、どんどん制裁が強化されていってます。金融制裁だったりとかがどん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 強くなってきてる。もう実質米中戦争が始まっていると言っても過言ではないわけです。その中で中国は構造を転換しなければいけない。どういうふうに転換するかっていうと、中国国内で全部回すような方向に持っていこうとしている。だから例えば今までは中国の国内に例えば半導体とか車とかその最新技術をね作れる人を呼んで作らせてたんですけども、そういう人たちがどんどんいなくなってる。そういう会社がいなくなっていってる中 で会社に対しても経済制裁が加えられる。中国に協力した会社はアメリカから制裁を加えられるってなったらもう撤退しなきゃいけない。じゃあ中国どうするかっていうと、中国国内でなんとかやろうとするわけですけども、そのね現場を知らずにただただよしじゃあこれからはまあこれ作れとか言ってね、できるかって言ったらこれは非常に難しいわけですよね。恐怖によって人は本当の意味では動かないんですよ。で逆にもうすぐですよね、戦後75周年、終戦記念日8月15日が近いですけども、じゃあなぜ日本が戦後のあのどん底から世界が奇跡と呼ぶような復興を遂げることができたのかというと、それは例えばですよね、出光佐三さんであったり松下幸之助さんだったり、そういった偉大なる経営者がその日本復興の一役を担った。なんでそんなことができたのかというと、それはやっぱりですね、自分のためではなく、ただただ自分のためではなく、生活のため、お金のためというよりも、それ以上にこの日本をもう一度復活させるために、そして公のために、今自分のこの目の前の仕事がそこにつながってるんだっていう気持ちでやったからなんじゃないかなと思います。それが公の精神、公の精神ですよね。そしてそれが働く喜びになり、働く誇りになっていくっていうことです。これが日本人の働く価値観、働き方ってことなんですよね。自分の仕事を通じて世の中が、周りの人たちがよりより良くなっていく、発展的に前向きに明るく楽しくなっていく、だから仕事も楽しい、やりがいがあるんだ、だから頑張れるんだっていうのが日本人の働き方の根本的な精神っていうことですよね。だから例えば中国だったら、ちょっとでも利害関係が崩れたらみんなすぐいなくなってしまう、社員も逃げてしまう、会社もすぐ倒産してしまう。でも例えば松下幸之助さんの時代、なんでですよね、社員はみんなあんな一生懸命働いたのか。それは松下幸之助さんが働く喜びですよね、公のために働く喜びというのを伝えていった、教えていったからです。そして何よりも松下幸之助さん自身がそれを体現していたからですよね。世のため、人のために働くことがどれだけ素晴らしいことなのか、どれだけ喜びに満ち溢れたものなのかっていうことをちゃんと伝えていたからこそ、それが自分の日常とつながり、目の前の仕事とつながり、誇りとなってですよね、モチベーションがふつふつと湧いてくる、そんな働き方をみんなできたわけです。だから戦後日本はあんな驚異の復興を遂げることができた。だからそういうことを考えると、これからトレーダーを目指すにせよですよね、これまでの仕事を続けるにせよ、何をやるにせよ、これからってやっぱりその原点に立ち返ることがすごい大事なんじゃないかなと思います。トレードをやるにせよ、ただお金を稼ぐためではなく、トレードを通じて自分自身が成長していくこと、自分自身が成長していくことによって周りもその影響を、いい影響を受けていくということ、そして自分が稼いだお金を、より、ね、世の中に循環させていって、それでみんながより良くなっていくようなお金の使い方をしていくこと、自分の仕事と世の中はつながってるんだという意識を持つことですよね。その原点にやはり立ち返るタイミングなんじゃないかなと思いますし、それこそがこれからの時代鍵なんじゃないかなと思います。もともとドラッカーがその経営の本質は日本にあったということを言っているのはこの部分なんじゃないかなと思います。公のために、自分のためでももちろんあるけども、公のために、公のためとはイコール自分のためでもあるわけですよね。だってそこに自分もいるわけですから、自分も含めた全体のために働くことの喜びを味わおう、それが持てたら誰に言われずとも自ら進んで考え、ひらめき、一生懸命そこに価値を見出していくことができるよねっていうことをドラッカーも伝えたかったんじゃないかなと思います。
そしてもうすぐですね、1万円札が渋沢栄一に変わりますよね。渋沢栄一が唱えているのも論語とソロ版ですよね。商売というものと公の精神を合わせ持つこと、この流れというのは決して偶然ではないと思います。そして今までみたいにね、こう自分に嘘をついて生きるというのではなく、本当の意味で正直に、そして毎日明るく楽しくですよね、前向きに仲間たちと一緒に日々日々こう充実してやりきっていく毎日を送っていくっていうことが、このアフターコロナの生き方になっていくんじゃないかなと思います。そういう意味でもね、改めて今ね、日本全体がその仕事の取り組み方、向き合い方、お金を稼ぐとはどういうことなのかっていうことを問い直すタイミングかなというふうに思います。ということでね、そういう意識を多分持つだけでも本当に日々のね、充実具合とか目の前の仕事への取り組み方っていうのは変わっていくと思います。だって日常と自分の仕事が融合するわけですからね、分離するから辛いわけですよね。だからそれがつながっていった時に、人は本当の喜びを持っていろんなことに打ち込んでいくことができますし、僕らはね、それができるわけですよ。だって代々それをみんなやってきたわけですからね、日本人は受け継いでるわけですから、あとはそれを出すだけですよね。それはトレードも例外ではないと僕は思っています。ということでね、トレーダー、これからねトレーダーを志望する人も増えていくと思いますけども、そういう気持ちで取り組むことによって結果的に利益が出るスピードも上がっていく、自分が上達するスピードも上がっていくはずです。ということで、ぜひやってみてもらえたらなと思います。ということで、今回の動画はここで終わりたいと思います。ありがとうございました。